メディアや SNS の好き放題、書きたい放題には嫌気がさしますが、宗さんが未練があって発信したんじゃないことは皆さん分かってると思います。分かってねえと思う有名になるといろいろ言われると思いますが、宗さん地球のたくさんの人に愛されているので悲しくなることもあると思います。頑張ってください。ラブだって優しいね、ありがとうまあさ、なんか人間なんてさ、その人の人間性とか知らなきゃさ、なんかちょっと嫌なことあったらすぐ嫌いになるじゃん。なんか嫌なニュースね、本当かどうかわかんないけど、嫌な書き方してるニュース見ただけで、え、こいつこんなやつなんだと思って、なんか顔を見ると反射的に、あ、こいつ嫌いってなるときあるじゃない。そういう人がなんか誰かが失敗したりさ、なんかやらかしたときにやっぱ悪いこと書くのは、まあそんな、まあそのぐらいのことするよなっていう、それが楽しくてやってる人たちもいるからさ、まあ見て気になったりするけど、あ、こんな風に思われてんだと思う、なんか悲しいなと思うけど、一回一緒に焼肉食えばこんなのなくなるだろうなとか思うけど、そんぐらいでなくなるような勘違いっていうかさ、本当に俺が人間として悪いことしてて言われてんだったらねえ、いや、グーってなるけど、別になんか世の中に対して悪いことしてるなんて一つもないから、そんなの心の中に一つもないから全然痛まない。間違って書かれてることになんか別に何のダメージも受ける必要ないって思ってるから、うん、でやっぱさ、応援してくれる人が悲しむじゃん、そういうことを書かれてるのを見ると、そんなんじゃないのにとかさ言ってくれて、それ言ってることもさ、こいつらキモいとか言い出すから、そういう人たちは。だからそういうのがなんか悲しくなっちゃうね。ファンの人のことを悪く言ったりするから。